金剛寺は、正式名称を清月山元光院金剛寺と呼び、川島町大和中山に位置する真言宗智山派の寺院です。金剛寺は、鎌倉時代の御家人、比企能員の子孫である、比企様之助憲和が16世紀後半に竣工したと伝えられています。境内には、比企氏代々の墓地があり、宝物として、比企氏の系図が伝えられています。本堂には、鎌倉時代に作られたとされる、木造阿弥陀如来坐像が鎮座しています。本尊は、平成元年、1989年に、川島町指定有形文化財となりました。金剛寺三門は、幕末期の嘉永5年、1852年に建てられ、龍と獅子の彫刻が施されています。この三門は、令和3年、2021年に、金剛寺大日堂とともに、国の登録有形文化財になりました。大日堂は、江戸時代中期の建立とされます。内部は公開されていませんが、天井には龍が描かれ、壁には蓮の花や天女が描かれています。天井の龍は夜な夜な抜け出し、稲を荒らしたため、顔を隠すように天蓋が取り付けられ、お経をあげることで沈められたという伝説があります。